皆さん、こんにちは。山内太一です。上智と立教、繰り上げ合格3000人の衝撃という話ですえ。今日ネットで見たニュースなんですけど、日経ビジネスで繰り上げ合格3000人出してると。すごい人数ですね。これ合格者数ですけど、まあ、そのまま入学者数ってわけじゃないと思うんですけど、3000人ってっていう。早稲田が1580人、慶応が1283人で、上智立教が3000人、法政も2000人ぐらいと。と 関西大関西学園も2000人規模ということで、こんなのをですね、合格発表の後にやられたら、まあ、いわゆるその下の大学たまったもんじゃないですね、数千人規模で入学者持ってかれちゃうという、上智大合格者数の半分が繰り上げ合格という状況でして、すごいことになってるなと、それは徐々に徐々にこう下の大学はどんどん座れていって、まあ、大東亜帝国ぐらいで。 定員割れしちゃうところが現れるのもまあ当然かなという、すごい事態で、これは正直誰も幸せじゃないという、なんでこうなっちゃうんだろうということで、記事ではまあ大学通信のいつもの安田さんが、ですねまあ定員厳格化でぶどまりが読めないというのと、コロナで受験生の動きも読めませんと、で、入試方式を急に変更した大学の場合は、なおこう動きが読めないということなんですけど、もうこれ、私、だいぶですね一般選抜の制度疲労を感じてるんですね。 大学受験って、一般選抜で難関大学を目指し、落ちたら下の大学に行くっていうシステムなんですよ、ご存知の通り、総慶ダメだったから、まあ、上智や明治や青岳、立教育と、マーチがダメだったから、二所真線行くというふうに、みんな大学受験やってるんですけど、そのシステムって確かに私立大学にとって得な面もあるんですけど、一方でもうみんなしんどくなってきてるんじゃないのというふうに、こういうものを見ると感じますね。その、 難しい大学受けてダメだったら下に行くっていう一般選抜の大学受験のシステム自体がもう限界なんじゃないのかと。現に上智は推薦で6割取ってるわけで、これは本当に上智が第一志望の人を安定的に確保できるんで、一般選抜での戦いには4割の力しか割いてないという考え方もできるわけですね。なので、まあ、これはもう辛いんじゃないかと。その上智立教を合わせたみたいなところに限らず、 それより解トされる大学、一般的な大規模な私立大学で、一般選抜頼みの大学って、もうみんなしんどいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。日本の大学入試、アメリカ型になっていくのかなと思ったんですけど、本当に確実になってきてる。もう推薦で年内にほとんど取っちゃおうっていう大学が、まあ中堅次第でかなり増えており、そういうところは、こういう。 戦いいいかから積極的に離脱しててるんじゃないのかなのっていう気もしますねもうちょっと志願者数競争っていうのは結局このぶどまり競争でしてしんどいとまあいくつかの大学はずっとこの戦いやり続けることができると思うんですよ大学名のブランドででも結局このつ繰り上げ合格出してるってことは要は上位大学に取られてるわけですよね上智大受験してるけど総慶受かったら当然そっち行っちゃうわけですよ法制受かってるけど まあ明治、青学、立教に受かったらそっち行っちゃうみたいなね、そういう受験生ばっかりにぶっちゃけこう頼って、私立大学が受験頑張ってきたっていうところに、限界が来てるんじゃないかというふうに感じまして、だからといって、これからじゃあどういうシステムに変わるのかっていうのは、なんとも読めないとこではあるんですけど、私も。ただ、こういう時って大体、その、繰り上げ合格大量に出しそうだから、諦めないで有名代を受けろみたいなオチで終わるんですね。まあ、記事でもそうなってるし。 大学通信の安田さんもそうおっしゃってるし、僕もそうやって高校生煽りがちなんですけど、本当にそれは本人の幸せなのかと。私が入りたい学校はここみたいなのを3つのポリシーとか、教育内容とか研究でちゃんと選んでくれば、本人にもっといいとこ受けろとかじゃなくて、君に一番合ってるのここだよねっていう大学選びに、まあ、シフトしていっていいんじゃないのかという気もする反面、それをやると今度はその偏差値競争とかですね、ブランド、まあ、知名度ですね。 そういうもので得をしていた大学にとっては面白くないのかなということでまだまだこの動きどうなるかわからないというところで私も注目でございます。